ไปจำลองก่อนฮันตันอยู่กูมาที食べないからママヤにどうしようという電話をしようという班です。ごはんやん、ごはん食べないとダメだよ。兄ちゃんそっち連れてくよ。ほらママヤも言ってんだろ。はい、じゃおやすみ。うん、はいよ、なんね、おやすみ。はい、じゃね。はい。欲しいね。ママ持ってこいまで、ママ取るの結構大変でしょ。待てよ。待て。待てよ。はい、よし。約束のやつも。I'm not a wrinkled here to keep you warm。 せっかく立ったのにお前テント。このやろうめ。なんかすげえ安い折りたたみのちっちゃいコート探しとこうかな、怖いように。ああ。また降りるのか。油入ります？どうやろうこれ。一応も。うん。食べ終わったから。何がある？卵。ネギが尋常じゃないから。ネギ。お肉。お肉とネギ。ネギが尋常。大きいです。まあこれで二人分やから、ちょっとつまみにするにはさ、で肉、で人参ちょっとつまむには営業やからさ。ちゃんと焼けてる。よかった。お父さん暑いやろな。だから冬にしかバーベキューしたくない。夏のバーベキューは最悪。最悪。誰かがしてくれて空腹だけやったら。それは全然。最後にはこうなりました。ちゃん、はい、はい、お疲れでした。た戻りましょう。なコアゴと一緒に潜れるな。どうした？どうしたポエン？コア、どうした？なかった？なかった？どうし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 た？思ってたよりさっぱりしてるんですね。レモンこれかけたの。それですか？キャンパイもな。キャンパイもな。よかったこのテント代請求されん。結局足りないので締めない。いつものキツネうどん2650円。
なんなんでしょうね、このギアって買っても買ってもなんか欲しいものが出てくるのなんでないの、ね、それなりに揃ってるから別になんかなんかもうこれ以上なんか買わなくてもできるんだけど、まあ、行くたびにちょっとここがなんか足りひんなと思ってまうかなと思う。転勤決まって家戻ったら嫁に殺されるわ。おはようございます。眠い。今5時半ぐらいです。で気温は21度ぐらいなんで涼しいんですけど、テントにね風が入らんかったから思ってたより暑かったです。ふい、もうちょっと風の位置を考えつつテントの設営をした方がいいなという感じでした。それでも多分30度近いとか27、8度の場所よりはいい感じの寝やすさだったんじゃないかな。で今日はね最終日です。この日が照ってくるまでにいくつか片付けできるところは片付けしておこうかなと思います。見えるかな、あそこで畑さんとコットでまったり中です。あ、そろいに多いね。まあ、やっぱあれでしょうね、原さんも言ったけど熱くなる前の撤収がいいね。エビマヨダクダク、お、あやす、いただきます。エビマヨダクダクです。美味しい。すごい柔らかいな、このスパイス。こういうのちょっと無理かな。おーちゃん。嫌ですか？そうですか？ほわほわろーまやーほわ、もうそろそろあるやな、水の流れが早いから踏ん張りが、もう半分落ちてるで。上がるか、ぼーちゃん。そしたら戻って、うん、休みながら骨食おうぜ、頑張ったからな、ベロ出てる、もうベロが出てる、もうなんか違う顔になってる。かわいいな。逆、こっち向き、こっち向き、はい、どうでした、水遊び、ポヤン、ちょっとは慣れました？一応ね、ポヤン普通に泳ぐのは泳げるんですけど、あの見ていただいた通りちょっと水がちょっとだいぶ水が怖いみたいなんで、今回はライフジャケットをつけて泳いでみるふりをしてみましたな。結構楽しかったです。でね、一人でも全然お留守番してくれていい子にしてくれてたんで、なあポアンや、こうやってお前一人でキャンパーできんな。もうちょっとね涼しくなったらポアンに買った専用のテントも使ってくれだすと思うんで、ポアンやまた一緒に二人で行く時もあるか、ポアンやあるか。
むしろママ園と二人で行ってみるか。私はペッちゃんとも一回二人でお泊まりのキャンプにも行ってみたいなと思います。今回も最後までご視聴ありがとうございました。パンヤン、次は泳げるようになってね。楽しかったね。パンヤン、前向いて。ではこの動画良かったら高評価、チャンネル登録ポチッ、高評価ボタンもポチッ、通知もポチッ、ポチポチッ。ではパンヤンな、こうやってな、みんなで行ったりな、あれこれしたりしてな、またお会いしましょう。ありがとうございました。またね。前だって。やっぴし、やっぴし。またね。